皆さんこんにちは。高山右近記念資料館の館長の奈良です。今日は旧約聖書伝道者の書の4章12節の御言葉から、結婚したら三つ寄りの意図ということを聞かせていただきましょう。それでは聖書をお読みいたします。旧約聖書伝道者の書4章12節です。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。登山用語の中でザイルパートナーという言葉があります。登山をしているときに、急峻な崖の部分や細い山頂部分を歩くときには、それぞれの前後に安全用のロープをつけておくことがあります。誰かが足を滑らせて滑落したときに、瞬時にそのロープを握って滑落を防ぐためにそうします。その前後の関係をザイルパートナーと呼びます。ザイルパートナーはお互いに信頼し合う関係でないと自分の命を預けることができません。私もそのザイルパートナーがいたおかげで登山中に滑落したのですが、すぐにザイルパートナーから命を助けられました。今日の伝道者の御言葉はまさにそのことをよく表しています。糸の原料となる材料をよって糸に仕上げるのに、一番糸が強くかつしなやかになるのは三つに織り上げることなのだそうです。ですから三つ寄りの糸とは、そのような強くてしなやかな糸であるということを意図します。その三つ寄りの糸の一つは自分であり、もう一つは相手と考えるなら、第三の糸は何を表しているのでしょうか。それが主イエスなのです。つまり私と相手とのその間にザイル、三つ寄りの糸であるイエス様がいてくださるので、打ち負かされそうな時、二人を結ぶロープが切れそうなほどの困難が生じた時にも、二人の間は簡単には切れはしないということです。今日の信仰力いろはではこのように語っています。結婚してからいつも楽しいのがクリスチャンホーム。単なる二人だけの世界ではなく、神様に見守られている二人の世界の安心と幸せだと書いてあります。結婚した後には二人の間に笑いがあり、励ましがあり、二人で協力していく楽しさがあります。そして何よりも自分たちと一緒に主イエスがいてくださって、自分たちの毎日を支えてくださっていることをいろいろなところで発見します。しかしこの御言葉は結婚の関係を伝えているだけではなく、仲間同士の関係をも語っています。仲間同士がお互いに協力しているその関係の中に、イエス・キリストがお入りになるから、より完璧な関係を持ち、打ち負かされることのない者同士となれるのだと聖書は語ります。教会での信者同士が固く信頼を持って結ばれているその間に主イエスが収まっているなら、どんなことがあっても教会は守られます。必ず我が家にも仕事にも三つ寄りの糸のようになるのだと、私たちは固く信じて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの間にイエス様が関わってくださっているおかげで、私たちは強い交わりを展開することができます。
ありがとうございます。これからもどうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。